ということで、皆さん始まりました。はい、今回の企画はですね、ワゴンマジックや数字マジックなど、この前の動画でね、消しちゃったので、また今度、新しいマジック、前と似たような、まあ、前と同じなんですけどね、もう一回やってみたいと思います。今回は、そういうのをまとめみたいな感じでやっていきたいと思います。では最初に、まずはワゴンマジック、いきたいと思います。これめちゃくちゃ準備するのめんなんていうんですかね、難しいんですよ。皆さんこのまこめに注目です。1,2,3で失敗しました。めちゃ腹くそじゃない、腹くそじゃない、分かったかな。じゃあいきますね。この鉛筆、この鉛筆やめときますね。なんか鉛筆あるかな。まあ、参ります。もう、この鉛筆いきますね。1,2,3で、引っかかりました。もう一回いきますね。この輪ゴムに、1,2,3で、引っかかりました。はい、この種明かしはですね、また次の動画にもう用意してあるので、また次の動画でお楽しみです。もう一回いきますね。もう一回いって、もしみんなが種が分かったら、高評価お願いします。あと、チャンネル登録も、コメント欄がある動画には、コメント欄お願いします。お願いします。ですね、ここにある音が、1,2,3で移動します。簡単すぎですかね。こういうマジックですね。この、まあ、一つだけ言っておきましょう。この輪ゴムマジックするときは、ですね、柔らかい。これはまあ、僕がさっきやったのは硬かったんで準備が難しいんですけど、長いやつとかだったら、やりやすいかなと思います。じゃあ次。もう一個輪ゴムマジック。これは YouTube で僕が探して簡単なやつですね。ここにある輪ゴムが、ここに来ました。いきますよ。ここにある輪ゴムが、ありました。あと、これだとみんな簡単すぎてわかると思うんですが、あともう一つは、まあ、前の動画でも言ったんですが、ちょっとやりますね。今ここにある輪ゴム、中指にかかった輪ゴムをゆっくりと離すと、通り抜ける？なんだそりゃ。ということですね。多分この動画ももうアップされてると思うので、もう終わります。じゃあ次。この動画はアップされたけど、一回アップされたけど、一回なくなったっていう動画でございます。皆さん、まず1から9の数字の中で、好きな数字を一つお願いします。1から9です。ありました。わかりました。そしたら、まず、足す1をしてください。できたら、ちょっと今ここに書いておくので、皆さんもやってみてくださいね。いきますよ。まず1から9の中で好きな数字。好きな数字を一つ選んでください。そしたらですね、その数に足す1をしてみてください。そしたら、ちょっと待ちください。よし、じゃあできましたので食べててくださいね。はい、何ですかね。見て、ちょっとこれカメラに見せてくれるかな。いいやつ見えますかね。皆さん、これができたら、出てきた数は、これだと思います。もし違ったら、あなたの計算が間違ってます。メイトさんもやってみてください。わかった。答えは何になりましたか？
まだやってない。お前やってないかい。ちょっと持っといてくれる。なんで。いや僕今書いてるから。オッケー、よし、もうちょっと上に。じゃあちょっと今のうちに僕は次のやつの準備をしております。ちょっとお前、ちょっといい。カメラが少し動いてしまい、すいませんでした。ちょっと今すぐ直しますね。皆さんできましたかね？ちょっとこのカメラの、しめいちゃんちょっと今度こっちにしてカメラ持っておいてくれよ。僕やるからそれ。よし、皆さん。カメラちょっと結構動きました。すみませんでした。次これやってみてください。カメラちょっと持っといてくれる。全然動かないのにちょっとしっかりと持っといてください。動画終わる。見て、もっと下げてくれる？上に。ちょ、バカ野郎。バカ野郎、メイさん。お前が動ける。持っといて。やだ。こういうことでメイサさんは、こういう性格なのですぐね、神の王とかをね、倒したりするんですよ。皆さんごめんなさいね、うちのクソメイさんが。うちのタス。いや、皆さんできましたか？まず、タス。あ、これです、これです。タス。1×2、タス4、割る2。そしたら、それ引く、最初に言った好きな数字を引いてみてください。出てきた数字は多分3だと思うんですよね。皆さん、これ1から9の数字全部でやってみてください。皆さんがもしそれで全部3になったら、チャンネル登録と高評価お願いします。よし。今次のトリックの準備してるんで。1から5かな。はい。じゃあ、ちょっといきますね。皆さん、今、1から9の数字をやっといてもらえますかね。お願いします。皆さん、もし、種明かしが分かったら、コメント欄に。できたら、コメント欄があったら、答えてほしいです。じゃあ、今から次のマジック行ってもいいですか？これは最近ですね、僕が見つけた、なんですけど、いいですかね？ちょっと今から、僕が最近、見つけた、よし、皆さん、では今からもう一個の味っけいきますね。ちょっとカメラ動かすので待っておいてください。ここは早送りでいきます。ちょっとごめんなさいね。あ、ごめんなさい。見えるかな。あ、ごめんなさい。あ、暗いですね。すいません。ちょっとカメラ下がりましたので、ね。こういう感じでいこうかな。いや、まだダメだな。よし、皆さん、これは3で5いきますね。じゃあ次のマジックやっちゃいますよ。いきますよ。今から
この、ああ、ごめんなさい、皆さん。なんか見えちゃった、すいませんね。今からこの、多分皆さんからしたら見えづらいと思うんですが、この、1、2、3、4、5! あ、でも数字がありますね、メスさん。皆さんもありますね。この中に、この、を置いてください。どうぞ。好きなところに置いてください。こうですね、ここに、今この人は3に置きましたね。で、ここから3回だけ動いていいです。でも、3から5とか3から